私の男は、桜葉和樹による日本の小説、第138回、直木賞受賞作、別冊文芸春秋にて2006年9月号から2007年7月号まで連載された。桜葉は2006年12月に刊行された赤口映への伝説が直木賞にノミネートされたが受賞には至らず、2007年10月に刊行された本作で2008年に、 直木賞を受賞した。直木賞選考委員の浅田二郎は本作について文句なしに推判させていただいたと絶賛した。熊切和義監督によって映画化され、2014年に公開された。2008年6月、結婚式を翌日に控えた、ふのばなが、婚約者の大崎義郎、父の純子と3人で会食する場面から始まる。続く、第2章は2005年11月。 第3章は2000年7月、第4章は2000年1月、第5章は1996年3月、最終章は1993年7月と、年月を遡っていく形で、物語が進んでいき、舞台も東京から北へ変わっていく。竹中花は9歳の時、奥尻島を襲った大地震による津波で家族を亡くし、親戚にあたるフや、 純子の申し出によって引き取られ、北海道の門別市で二人暮らしを始める。二人は時が経つにつれ性的関係を持つようにもなり、花は唯一の家族である純子と離れないと決意するが、24歳で吉郎と結婚する。第一章では新婚旅行から帰ってきた花が一人になった純子を心配し家を訪ねる場面が描かれ、第二章では、 後の婚約者である吉郎との出会い。第3章では、高校生になった花と純子の殺人。第4章では、中学生の花による殺人。第5章では、純子と長年交際していた、大塩小町を中心に描かれ、最終章となる。日本をはじめ、多くの国でタブーとされている親子による近親相関を描いた作品。2014年6月14日公開。 制作は日活。R15 指定作品。第36回、モスクワ国際映画祭コンペティション部門に正式出品され、最優秀作品賞に選ばれるとともに、主演の浅野忠信が最優秀男優賞を受賞した。第69回毎日映画コンクール日本、映画大賞受賞作。映画家では、ストーリーの時系列が、 原作のようには遡らない形になっているほか、花の殺人の証拠品が違うものであったり、婚約者が別の男性になり、結末も異なるなど、若干の違いがある。2013年1月20日に、北海道でクランクインし、当編として物語上重要な流氷や、門別、ウトロの冬の風景を撮影後、同年4月11日から、春編として、 春のシーンや東京での撮影を開始し、5月3日につまみ漁をされた。また、作中の年代によって、撮影機材が使い分けられており、花の幼少期は 16mm フィルム、流氷の街での日々は 35mm フィルム、東京に舞台が映ってからはデジタルで撮影された。スタッフ、ありがとうございます。